実況は私西岡明彦がお伝えします。今日の試合はテグ FC 対ベガルタ仙台のカードです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。一般的な 3-5-2 ですね。現代ではセンターバックからのビルドアップが重要です。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。今日も大勢のサポーターが詰めかけています。はい、注目の試合ですからね。サポーターの熱気はどこのスタジアムでもすごいですね。福西さん。はい、選手にとってはありがたいことですね。 Thank you. Enjoy the game.キックオフです。楽しみな試合ですね。サイドのスペースを使います。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ゴール前に入ってきた。最後は1対1になりましたが、キーパーが1枚上手でしたね。いやー、1枚どころじゃないですね。シモン、ボールは枠から外れていきます。あまり脅威にはならなかったですね。ゴール前、期待も高まります。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。カウンターのチャンス、ここは決めたい。チャンスを生かすことができるか。どうだ。このシュートはわずかに枠の外。迫力のあるカウンターでしたね。フィニッシュの精度さえ高めれば次は決めてくれるでしょう。ボールを運びゴールに襲いかかります。いいところへ出した。入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。素晴らしいパスからのワンタッチゴールを決めました。トラップしてはチャンスが無駄になるとの判断でしょう。難易度が高いシュートでしたがよく決めました。これは見事なインターセプト。何を狙うのか。チャンスにできるか。ディフェンダーがブロックします。打っていった。シュートは生かせない。またこの男が立ちはだかります。前に出しましたが気を抜けません。さあボールを蹴った。攻撃の流れを切ります。中に入れたい。中に選手がいましたが全員見送りました。
スローインになります。クロスのチャンス、ここからどうするのか。追加点とはいきませんでした。いい反応です。ボールが中央へ向かう。このヘディングは枠の外へ。ちょっと当たりが悪かったかもしれません。さあスタジアムのテンションが上がります。止める、止めます。コーナーを獲得、リードを広げるチャンスです。ゴール前に入れた。決まっていればすごいボレーでしたが枠には飛びません。思い切って狙いましたがさすがに難しすぎましたね。相手ボールになりました。いい位置です。クロスを上げたい。相手に当たってコーナーキックになりました。中に入れた。中央へのボールはクリアされました。ここから狙うのか、決まるか。このシュートは惜しくも入りません。コントロールされた素晴らしいシュートでしたがあと一歩でしたね。さあどうする。シュートを狙う。キーパー弾く。このコーナーは誰に蹴るか。面白い状況でしたがここまで。この位置で相手のマークに合っています。ここは前線から激しいプレス。ここは突破を狙う。ピンチが続きます。これはもったいない。オフサイドです。The referee has indicated there will be a minimum of three minutes. うまく読んでいましたね。これはカウンターのチャンスです。カウンターから仕留められるか。抜いた。周りを確認したい。このシュートを弾いた。またもコーナーキックです。ボールを入れた。いいボールを入れてきましたがここはクリア。前半が終了しました。スコアは1。後半戦キックオフです。サイドにはスペースが。中へ切り込む。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。きついプレスで思い通りにプレーさせません。スローインになります。ハチスカ浩二。いいボールが入りそう。キーパー反応した。ボールを弾く。コーナーキックが続きます。中を狙うか。止める。弾いた。さあ打った。いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたがさすがにコーナーを狙うのは厳しかったと思います。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゲームをリードするゴールを決め前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。相手ボールになりました。ここはよくスペースが見えていました。スルーパスを狙います。キーパーとの1対1という場面もスーパーセーブに阻まれました。
いやー、キーパーはよく反応しましたね。チームを救うファインプレーでした。コーナーからエリア内へ。これはクリアしきれないか。しっかり見えています。いいクロスが中に入った。ダメです。いいクロスに見えたんですが、カウンターアタックに入るか。このパスの先には誰もいません。スローインになります。ドリブルでボールを持ち出しています。クロスを狙いましたが中に味方がいませんでした。中央にクロスが上がった。キーパーがクロスをパンチング。一旦下がってボールを受けました。しびれを切らしたんでしょうか。ボールを奪われました。ボールをキープできるか。うまく読んでいましたね。何かしてきそうですが、狙える位置です。おっと、裏へ出した。試合終盤になってサポーターの応援がさらに熱を帯びてきました。点差はわずかに1点。この応援があれば追いつけるかもしれません。入るか。このシュートは入りません。これは決めないと。とにかくチャンスを増やしていかないと追いつくのは難しいでしょうね。アタッキングサードでもっと相手を揺さぶるような攻撃を見せてほしいです。どこまでドリブルするのでしょうか。ありそうだ。よく止めました。ディフェンダーに跳ね返って入った。ゴールです。チャンスを。見逃しませんでした。反応が素早かったですね。ああいうボールをものにできるとチームは助かります。ボールを前に運んでいく。いいタックルだ。ボールをキープしました。どうやらサイドをつけそうです。真ん中にクロスを上げた。仕掛けてくるのか。ボールを失います。 The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time.審判の笛が鳴り、試合はここで終了を告げました。福西さん、今日のフレンドリーマッチいかがでしたでしょうか。